皆さんおはようございます。さゆこです。まだね、今の時間、外はちょっと暗いです。今日も一人ぼっちの朝が来ちゃいました。今日の予定も一日自宅待機です。もうちょっと寝たいんだけど、時間の感覚おかしくなっちゃうので、とりあえず起きようと思います。今からお洋服を選びます。今日はね、お気に入りのこのロングスカートを履きたいんですけど、上の服がまだ決まってないんですよね。何着ようかな。白とかチェックだから白もいいかな。今日は高橋これもありですね。ノースリーブ。ね、これだけだと寂しいかな。なんか上に重ね着しようと思います。さゆこちゃん、ハサミなんか持って何するの？今からね、衣装を作ります。初めましての方もいると思うんで一応説明しておきますと、私、コスプレイヤーを趣味でやってて、自分で衣装も作ってるんです。今からちょっと作りかけの衣装をまた作っていこうと思います。これが、切った布に端っこほどけてこないように、ミシンを当てたやつです。結構いろいろ作ってて、もうお家にいる時間も長いので、これで5着目です。これもね、違うキャラクターの衣装なんだけど、ベスト。これね、布から自分で作りました。作った衣装の一つを着てみました。どうですか？本当はウィッグも被るんだけどね。結構上手にできたかな。早く撮影会できるようになったらいいですね。はい、今からお昼ご飯を食べます。今日のお昼はですね、じゃーん。ヨーグルトです。うん。何も入れてないけど美味しいです。じゃあ今日は、これで、ちょっと体型維持頑張ります。はい、じゃあ今から SNS を更新していきたいと思います。私はですね、LINE ブログ、それから Twitter、インスタ、TikTok といろんな SNS を全部やってます。全部ね、さよこの名前でやってるので、もしよかったらフォローやリプライよろしくお願いします。ゆっくりペースだけど返信も絶対しますので、ぜひチェックしてください。じゃあ今から書きます。はい、SNS の更新が終わりました。じゃあ今からですね、今度は見る側になろうと思います。憧れてるレイヤーさんのことを今からネットサーフィンに調べたりとか、あと、ちょっとエゴサーチなんかもしちゃおうかなと思います。ちょっとドキドキするけど、今からみんながどんなこと、どんなコメントしてくれたかチェックしに行きます。はい、今から本を読みたいと思います。私ね、ホラー小説が好きで、小説だけじゃなくて漫画もあるけど、今日は何を読もうかな。じゃあね、リングにしようかな。リング、貞子のリングですね。映画は見たことあるんだけど、本の方はね、まだ読んでなくって、ちょっと通販で買っちゃいました。じゃあ今から読んでいきます。今ね、第一章読み終わったんですけど、映画とはまた全然違う雰囲気で怖いですね。ちょっと先読み進められないかも。今日はここで終わります。それでは、ちょっとメイクをして気分を上げたいなと思います。特にやることもないし、今。特に外に出るわけじゃないから批判コメントは受け付けません。ブスとか言わないでよ。ブスとか言わないで。
よし。じゃあ、まずは、コンシーラーをします。液体のやつです。ちょっとこれで気になるとこを隠します。次に、ファンデーションする人もいると思うんですけど、ファンデーションとか、いろいろあるんだけど、私はファンデーションよりフェイスパウダーの方が好きなのでフェイスパウダーにします。眉毛を描きます。今眉毛何もしてない状態です。朝起きた時の動画はね、眉毛描いてたんだけど、今本当にすっぴんだから眉毛が何もしてない状態です。眉毛描くの苦手なんですよね、私。綺麗に描こうと思ったら、なんか左右でバランス違ったり。最初は、ペンシル、鉛筆みたいな方で描いて、後から、チップ、パウダー、粉で、上からもちょっと描き足してます。はい、眉毛ができました。したら次は、ピューラーで一回まぶた、まつげを上げます。アイシャドウをします。私ね、ここのまぶたの柔らかいところが狭いから、いつも2色か1色でしてます。今最初に塗った方がオレンジで、今塗ってる方がピンクです。次は、マスカラを塗ります。マスカラはね、お湯で落ちるやつが好きです。落とすの大変だとまつげ抜けちゃいそうだから。できました。どう？かわいい？あ、やば、もう6時じゃん。今から最後の食事をします。最後の食事は私の大好きなグミです。グミです。グミはちょっと固めが好きです。うん、いつも食べてる気がする。うんうん、大好きな硬さ。こっちも開けよう。ハート型で可愛いよね。うん。おいしい。メイク落としてお風呂に入ってます。いつもね、美容と健康を考えて長めに入るんですけど、今日は30分ぐらい入ろうかなと思ってます。それでは今からこれを飲みます。あ、切ってないや。生きてんのに疲れちゃったから、今から死んじゃおうと思います。これが私の最後の一日です。もうチャンネル登録もしなくていいよ。さようなら。さようなら。